自衛隊の階級について解説する。第二次世界大戦の敗退に伴い連合国軍の占領下に置かれ、武装解除のため旧日本軍は1945年に解体された。GHQ スキャプ最高司令官ダグラス・マッカーサーのマッカーサー書管により、1950年に日本における武装組織として警察予備隊が創設されたが、 軍隊とは異なるということから、隊員はあくまで兵士や軍人ではなく警察官と呼称され、階級も旧軍の階級と異なり、警察に準じた名称となった。これは1952年に創設された海上武装組織である海上警備隊も同様であり、旧軍とは異なる階級を用いた。後の保安隊や警備隊も旧軍の階級を用いていない。 1954年に自衛隊が創設されると、旧軍の階級名そのものは用いなかったが、召喚、左官、異官、僧の名称は復活している。警察予備隊の警察官の階級は、警察予備隊令施行令、第3条により規定されていた。当初は、後に三等警察制となる階級は、警察市長であり、また、三等警察士の階級は置かれていなかったが、 1952年3月11日の一部改正により、解消、新設された。このほか警察官にはさらに現在の陸将に相当する、総対総監たる、警察官と将と省補の中間の、諸以上級少々とも言うべき、立ち位置にある、総対総監以外の職に就く警察官の級の区分があった。なお、相当階級に、 記載の後継組織における階級は概ね相当するものであり、職位や職権などに関しても完全に一致するものではない。また、陸上自衛隊の巡陸位、陸総長、三島陸士については、警察予備隊の警察官や保安官には該当する階級がない。警察予備隊と保安隊の階級賞。警察予備隊の気象は警察を表す朝日賞に、 平和の象徴である鳩があしらわれていた。海上警備隊の階級故障は1952年に制定されている。警察予備隊と同様に、旧軍とは異なる階級名であるが、ただし、市、保など警察予備隊の階級と似通った名称を用いている部分がある。また、警察予備隊と異なり、最下位の階級として三等海上警備員が設けられていること。 そして、海上警備官に旧の区分はない。これは、本来、海上警備官の定数3名であったが、実際には、海上警備隊総監に就任した山崎小五郎和とのみで、海上警備隊副総監は、空席、横須賀地方幹部長には、吉田映像海上警備官補がついた。保安隊の階級は、1952年に制定されている。ただし、 さなど、警察予備隊から継続されている部分がある。保安官には、長官の定める職に就くとそれ以外の職に就くの級の区分があり、前者は警察予備隊の総体総官たる警察官の、後者は総体総官以外の職に就く警察官に対応する。警備隊の階級は、1952年に制定されている。海上警備隊時代と似た名称を用いている。 海上警備隊と異なり、警備官に第二幕僚長たる、警備官とそれ以外の職に就く警備官の級の区分がある。ただし、後者は1953年10月16日に長沢博士が第二幕僚を副長に就任し、それに伴って警備官に承認するまで区議となっていた。自衛官も参照陸上自衛隊、海上自衛隊、 航空自衛隊の自衛官の階級は自衛隊法に基づき、それぞれ陸将、海将、空将を最高位とし、それぞれ16階級が定められている。階級故障も陸海空それぞれが完全に対応しており、将の階級を除いて略称が同じになる。3位以上を幹部自衛官とし、そのうち将、将補が高級幹部、一佐、二佐が上級幹部、 3歳1位が中級幹部、2位3位が初級幹部。その下に順位があり、さらに下士官、兵に相当する層、士の階級が設けられている。各自衛隊ではこれら階級に応じて階級章が定められている。当初は15階級であったが順位が1970年5月25日に、総長が1980年11月29日に、それぞれ新設された。 また、2市のもとに3市が設けられていたが、これは自衛体制と制度の改正に伴い、2010年10月1日付で廃止となった。また、2010年7月に新たに設けられた自衛官候補生は自衛官ではないため、法律上は階級外となる。承認については、承認に要するまでの在職期間の原則が定められており、 二種では六ヶ月であるが、一差では六年となっている。これらの期間は、勤務表情や職務上の功労、殉職等の状況に応じ短縮されることがある。また、普通退職や定年退職で勤務成績が有料な場合や、公務不詳による退職等の場合も特別承認が行われる。自衛隊の承認制度は、 平時の軍事組織で有事軍隊ではない。アメリカ軍ではキャリア官僚がポスト争奪に負けると退職するように承認後一定年次経ってその一つ上の階級に行けないものは退職しなければならない。兵士の命を預かる幹部としての経験と指揮能力の両方を有しているか常にチェックされ階級が上げられていく。承認にふさわしくないものは一般社会へ去る。 予備自衛官及び、即応予備自衛官についても階級が与えられており、階級名の冒頭に予備もしくは、即応予備とつける。退職時階級が原則であり、予備自衛官は、予備2歳以下、即応予備自衛官は、2位以下となる。予備自衛官補については、訓練終了後に階級が与えられ、技能公募では、予備二歳以下、一般公募では、予備二種となる。階級の表示であるが、 根拠法となる自衛隊法では階級に用いられる。数字は関数字で表記されているが、防衛庁における文書の形式に関する訓令第2条、第2項及び公用文作成の要領第3に基づき、防衛庁の公文書では自衛官の階級の略称にアラビア数字を用いている。召喚は、省と省補の二つが設けられている。省の中でも、 統合幕僚長たる省及び陸上幕僚長、海上幕僚長または航空幕僚長たる省は法令上は他の省と同一であるが事実上別個の階級とされ対象に相当する扱いがなされており、四つ星の階級省や階級名の対象の英訳が適用されると他の省と異なっている。なお、 統合幕僚長就任者は左胸にその身分を示す統合幕僚長賞を着用する。現在、認証官とすることが政策として盛り込まれている。賞は中将に被されるが、これらはあくまでも対外的な便宜上のもので、自衛官の最高位たる賞には、大将、中将に相当する階級の定めはない。一方、賞補は少々に被され、定年も60歳であるが、 幕僚長たる省は62歳となっている。また、報級表では、省補は公務員指定職の適用を受ける省補とそれ以外の省補の二段階に分けられている。1980年代には、賞官の数が多く、自衛官隊員における割合が高すぎるとして、報級の改定があったことも契機に、 小の職約40個を小補職に、小補職約70個を1差職に変更し、召喚の数を削減している。ただし、陸上自衛隊においては未だに召喚ポストが多いとの批判もある。2000年代においては、海外での行動の際における、階級上の均衡、カウンターパートの調整を図るため、順将相当のワンスタージェネラルの導入も検討されたが、 現時点では未だ実現に至っていない。ただし、捕食により、アメリカ軍の大将、中将、少お及び、順将の扱いを受ける、いわゆる対外的な階級区分が内在しており、例を挙げると、四段長等の職にある賞は、国内では、中将として扱われるが、対外的には、少将として扱われ、同様に旅団長等の職にある商法は、国内では、 少々として扱われるが、対外的には、順序の扱いを受ける。これは、外国軍との人事バランスに対応した措置である。左官、位憾は合わせて6段階に分けられている。定年も異なり、1差は57歳、2差、3差は56歳、位憾は55歳である。また、法級表からは1差は1佐、1差、1差、1差の3段階に細分化されている。 非公式な俗称ではこれを、一等一差、三等一差、または一、一差の一、一差の三、一等陸海空差に当たるなどと呼ぶことがある。順位に加え、層については四段階、市については三段階に分けられている。幹部候補生は、三位任官前に総長に任命される。また、自衛会候補生は、教育期間終了後、二市に任用される。 定年については、総長、1総が55歳、2総3総が53歳となっている。市については、任期制の単位であり、自衛観光補正の3ヶ月に加え、陸は1年9ヶ月、海空は2年9ヶ月の任期となる。これは希望と選考により、継続任用もなされる。総始の能力活用に関連し、各自衛隊で名称が異なるが、 再選人可視官制度が導入されている。陸は再選人上級総長制度、海は千人後長制度、空は純層四選人制度の名称となっている。ただし、これは職務であり、階級と話されていない。これとは、別個に可視官の活用、人事制度の改善を図るため、順位を廃止し階級としての上級総長制度を導入することが検討されている。 下表に自衛官の階級と英語名称の関係図を示す。ありがとうございます。